Red. The wheel of fate is turning. Rebel One, action! The wheel of fate is turning. Rebel One, action! Sakura, Mudamuda! Ike, Sakura, Ike! Ike! Sakura! Ike! 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 Oh, no! Huh? That's good!
他の誰でもない。最後だ兄さん。ほざいてぶちのめしてやる。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. やりそうだ。行くぞ。ダメよ。さあ行け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 飛ばせてもっと本気で来い。行け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 。本気ではないだろう。飛ばす飛ばす行くぞ。危ない危ない。おっ危ない危ない。クソガキが、そのまま寝てやがれ。The wheel of fate is turning. Rebel One, action!行け。そこか。
他の誰でもない僕が兄さんを殺す。それが向けだい。ダイナタムケダイサトバダイナタムケダイミサトバダイナコレスサイナニミサトバダイナコレスThe wheel of fate is turning. Level 1. Action. Set. Action. Set.
他の誰でもない僕が。最後だ兄さん。ほざいてぶちのめしてやら。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. そこか。やるか。このバッチャだ。そこか。そこか。やるか。さっき出てるな。このバッチャ。最後だ兄さん。ほざいてぶちのめしてやら。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. 行ったよ行ったよ食らえ両方だ行ったよ食らえあえて見上げる飛ぶぞ行ったよ最後だ兄さん。ほざいてぶちのめしてやら。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. Counter! Counter!Get the power! 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 Get the power!
他の誰でもない僕が兄さんを殺す。それがこのくだらない世界の幕引きだ。 Please select your character. Jin Kisaragi. Noel Vermillion.貴様はここで散れ、生涯。そんな、やめてください、大尉。 The wheel of fate is turning. Rebel 1, action.僕の使命に従うまで。故に、貴様はここで消えろ。
障害。 Please select your character. Jin Kisaragi.Yuki Terumi.秩序の駒風情が図が高いぞ。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action! 拝借無双成長だ。アクトラウドボクシュアギアジーボケトールに変わった。はい、踊れ無双発勝カウンター。立て直すと遅い。全勝だ。おい、回れ。逃がさに着く。カウンター。一発勝負。立て直そう。勝負勝負。カウンター。少しでも無双しくない。カウンター。無双しくない。貴様は何を望む。ジン、ウィン。レボー。Two. Action! Ha! Ha! So good! You're so special! It's a good show! Look at me! Look at me! Look at me! Show! Ha! So! You're so special! Cut it out! You're so special! Ha! Don't let it be! Ha! Cut it out! Ha! Cut it out! Ha! 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 Ha!眠れ、サヤ。この時を待ちわびたか。実に数奇な運命であったが、ようやくか。そちの夢もここで終焉よ。マスターユニットアマテラス、開口の時ぞ。さ
制約に従い、世の前にその姿を晒せ。ジ・オリジン。そういうことか。やってくれるではないか。カグラ様、皆さんがいらっしゃいました。ああ、ご苦労。で、これだけか。他はどうした？キサラギ少佐とノエルさんは、怪我のこともありますので休んでいただきました。特にキサラギ少佐は、まだ動ける状態でもありませんので。セリカさんは、キサラギ少佐の治療に専念しています。椿弥生少佐は他に調べたいことがあるそうです。調べたいこと？ひどく神妙な面持ちでしたので、はっきりとはお聞きしませんでしたが。そういや椿、あの戦いの後ちょっとおかしかったもんね。やっぱり如月先輩のことかな。また何か無茶をしようってんじゃねえだろうな。無駄だ。どうせいざ酔いを使われたら監視の目など役に立たん。確かに。クソ、こんなことならいざ酔いも預かっておけよ。何にせよ今はこっちも手いっぱいだ。椿のことは後回り。集まってもらった理由は全員分かってると思うわ。帝と、あの空に浮かんでいる黒い球。そうだ。それから突然いなくなったラグナ君か。そういえばさ、ノエルンと如月先輩はあんな。待って待って、慌てるなっての。その通りだ。どの道、奴が重要なファクターである以上、いっそラグナが家具土に現れてから。つまり。珍しいな、ここまで。お前が進んで説明して。今は情報の共有こそが、利害の一致につながると判断した。おっと、早まる。確かにラグナについては全員が情報を共有しておくべきだろう。あいつがイザナミを倒すための核だってんならなおさ。うむ、いいだろう。待て、その話は本当なのか。ラグナザ・ブラッドエッジなら。そうだ、今現在死の化身であるイザナミを倒せる可能性があるのは奴の持つ青の魔導書だけだ。だからこそ我々は今一度青の魔導書、ブレイブルート、ラグナザ・ブラッドエッジについて知る必要がある。なるほど。まず、そうだな。死神が家具土に現れるより少し遡ったところから始め。お前たちの知っての通り、アキツをはじめ、二つの恒星機構支部を襲撃していたラグナは、死神と呼ばれていた。その目的はただ一つ、釜の破壊だ。そしてそれからすぐにラグナザ・ブラッドエッジの名は世界中に知れ渡ることとなったわけだ。奴の首に史上最高額の賞金をかけられたことによってね。無理もないぜ。釜は統制機構にとって最も重要な施設だ。そいつを破壊した上、空き巣支部に駐屯していた一個師団まで丸。おかげで空き巣の環境維持はボロボロだ。余波を受けて最高司令官のカグラさんまで。それほど統合本部は死神の捜索に躍起になってたのさ。へえ。でもうん、
ずいぶん昔だが一人だけ存在したらしい。ま、ん、それなら私で。そうそう、そいつが心得てる。なに、マジかてめえ。昔の話だ。各方面のデータも消してあるし、痕跡もほとんど残ってはいない。いやいや、気にするなって言われても。じゃあ何？くどいぞ。昔の話だと言っただろ。まあ、確か。それに私は釜の破壊などしたことはないし、青の魔導書も持っていなかった。どちらも統合本部の連中。統合本部か。そりゃ死神が家具土に。ラグナザ・ブラッドエッジの目的は。そういうことだ。いや、死神についての調査書類はその後すぐに各師団長へ報告されました。確か如月少佐が姿を消したのも。ジンは当時兄であるラグナに対して異常なまでの殺意を抱えていた。その時の秘書官ノエル・バーミリオン少尉の証言にはこうある。ラグナザ・ブラッドエッジの名を聞いたジン・キサラギ少佐はその名を何度もつぶやきながら笑った。そしてジンは統制機構から姿を消し。か、報告書によれば、さらにその後諜報部とノエルさんは消えたキサラギ少佐の捜索任務に当たっています。諜報部。そういえば。うん、でも私は結果的にラグナを追ってジン、ノエル、諜報部、そして他の統制機構の英士たち、それから大。その通りだ。私は死神との接触には成功したものの、最重要に。その後ラグナザ・ブラッドエッジはカカ族の村を経由し、そしてそこでジン・キサラギの中にあったのは兄への強い殺意だ。だな、かなわなかった。当然だ。アークエネミー、ユキアネさんに心を揉まれたままで、ブレイブルーを持つラグナに勝てるはずもない。ジン・キサラギ本人は、自傷兵器に心を揉まれているので、夢にも思っていなかっただろうね。とはいえ、あのキサラギ少佐を一方的に叩きのめすとは。世の中、上には上がいる。家に、ジン・キサラギを倒したラグナ、そのすぐに。スサノオユニット。そうだ、スサノオユニット。かの大戦の英雄ですか。ラグナさんは生きた心地がしなかったでしょうね。狂犬と同じくらい相手にしたくない馬鹿なのだ。私としてもあのタイミングで白人にラグナを殺させるわけにはいかなかった。あいにくディスペルされてない。あの時は一瞬すさん。それでその後ラグナ本人の力か白人の気まぐれかはわからない。そしてようやく。すっごい、大戦の英雄に勝っちゃったんだ。改めて聞くと。では当然ラグナさんはその後目的であった釜を破壊しようと。いや、ラグナは釜を破壊しなかった。目的だと？目的とは。そうだ、ラグナの目的は釜そのものではない。釜の中で精錬されるムラクモ、そしてその13素体は。だがなぜラグナザ・ブラッドエッジがムラクモ。さあな。なるほどな、それで合点がいったぜ。あ、はい。当時の報告書によると、統合本部の命令で諜報部が精錬前の第13素体の出来損ないか。でも家具土でラグナ君の前に。そうだ、そしてラグナを追っていたノエル・バーミリオンも。ノエルが？どうしてそんな場所に。それについてはおいおい説明してやる。とにかく釜の前で相対したラグナとムラクモは。そしてラグナザ・ブラッドエッジは負けた。確かラグナは黒き獣の器、第13素体は黒き獣の心臓だったな。つまり第13素体の目的もラグナか。そうだ、ラグナはムラクモを破壊すること、そしてムラクモはラグナを殺すことを目的としていた。そしてその時瀕死だったラグナを救ったのがノエルンがラグナ君を助け。
けた。村雲はラグナと共に釜へ落ちようとした。で、村雲はそのまま釜に。ならば結果としてラグナの目的はな、勇気テレ。そうだ、長く教会に封印されていた。そしてどうやらテルミを復活させたのは。え、待ってよ、どうしてノエルンがそんな。自分から力を貸したのではない、利用されたんだ。勇気狭間大魔テルミは、その存在が教会に封印されている間も狭間という狩り宿を通して復活する方法を探し、おそらく奴はノエルに自らを認識させるためにノエルを釜に連れてきたんだ。なぜノエルが教会に。ん、よくわからねえが、とにかくラグナは村。そうだ、そしてテルミの最悪の因縁ってやつか。確か、そうだ、そだから、その時からそういうこと。さて、以上がラグナがカグ土に現れて、ここからはそのラグナとテルミの戦いについて話してやろう。先ほども言った。